それでは脱落した人を抜いて続けましょう。トークスタート。悔しいですね、これ。脱落すると悔しいですよね。どうですか、お互いのお芝居に関してとかの印象は。いや、なんか楠木さんの姉とのお芝居がなんかこう無邪気すぎて、それが逆になんていうか、そのアネットの持ってる怖さみたいなところをちゃんと表現されてるなっていうのは思いましたね。梅原さんは、はい、ということで楠木さんとちゃんと表現されてるなっていうのは思いましたね。梅原さんは、はい、梅原さんは、はい、梅原さんは、はい、NG ワードを言いました。確認してください。どういうこと、名前だと思うじゃん。みんな投げる。悔しいんだよな、なんかはめられた感じ。もうかわいい。というわけで初回は NG ワードゲームやりました。勝者はさくらさんです。おめでとうございます。よかった。確認してください。予想してました。何にも、もう攻撃することに必死な自分のことを何も考えてなかった。そうだったんだ。これ意外と言わせるの難しい、難しい、警戒されちゃいそうだなと思って。うん、そう、難しいの。いやでも上原さんの、ね、アシストがね、結構こう誰かが、うん、あの獲物をロックオンした瞬間にそれに加担するバーターカーとしての役割が、いやこの立場はすごい楽しかったです。皆さんありがとうございました。